ングさん、九州のチームが人気がない。2024年の平均観客動員数ホームスタジアム収容人数。都市圏が小さいのに1県1チーム作るから分散するんじゃね。鳥栖なんてど田舎でよくやってる。九州は朝から晩までホーク続け。強くないと客入らん。ゼルビア収容人数より多く客入れてるのかよ。国立で試合してる。九州かつて住んでいたからわかるが、継続的な遠征がマジで金かかりすぎて無理ゲーなので熱が高まりづらいんじゃないか。この間清水エスパルスと水戸ホーリーホックの試合見たんだが、 J2 なのに1万人近く客入っててびっくりした。サッカーって意外と人気あるんだと。エスパルスは J リーグ開幕からのチームだし、静岡だから。サガンは人気あるだろ。てかサガンにはあれと吉野ヶ里遺跡しか娯楽がない。ゼルビアは都心に引っ越したらもっと人気出る。V ファーレン長崎は。町田の山の上の公園の運動場なんかとは天と地の差があるEスタジアムなのに。清水は昔は日本一のサッカーの町だったからな。J リーグで唯一なくなったクラブは九州がホーム。単純にやってるサッカーがつまらんし、ラフプレイまがいのプロレスサッカーだから。これは町田も同じ。関東のチームはただ剣巻いてるから多い。チケ代高いねん福岡。クラブ数多いんよ。鳥栖はもう降格確定みたいなもんだから。九州の J1 は福岡のみになる。関東は東京と神奈川だけで7クラブになるのにね。福岡も監督変わるし来年落ちそう。神奈川が4クラブで九州が1クラブって地域格差にも程がある。もっと言うなら横浜市が2クラブで九州全域で1クラブだからな。遠征しなくてもホーム&アウェイで回れるならよっしゃ見に行こうってなるけど、九州から関東まで遠征やってハードルは高い。トス弱いから最下位福岡ダイナミックプライシングやってるせい、あと国立とかいうドーピングやってるところがあるから、東京の2チームと町田はホーム換算だと低いはず。